はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです。私立小学校とかですかね。編入試験とはどういうものかです。それでは西荻フレンドリースクール室長、近野由美先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、小学校試験はね、11月とかが編入試験多いんですけど、この編入に関しては、このぐらいの時期か、割と活発に。12月、1月、うん、2月、3月っていうのが、編入試験。の人気が、ね、もう円高に出直じゃないけど、学校としてもね、年度の変わり目だからやりやすいんですよね。ちょうど新4年生とか新5年生とか、まあ6年に入っていけるかっていうのはちょっとまた学校によるんだけど、まあ新2年生とか新で、なんで編入試験って行われるかっていうと、結局最初から定員ぴったりに取らずに、まあもうこの辺で幼児の試験をやめておこうと、まあ例えば1年生に出たりって言って、まあ一応120人のつもりが118人だったりとか、そう、2人足りないとか3人足りないとかで、まず1年生をスタートしていくと、それでちょうど1年生の12月から3月ぐらいの時に2年生に上がる時のための編入試験、でまた3人足りないっていうことが分かってて、じゃあそこへ6人来たら3人ぴったり取るかって、そういうわけじゃないんですよね。で6人来たけど、やっぱり自分たちとしては1人しか取れないっつって、また1人しか取らなくて、要は真剣に先行しているってことですね。そうで、今度は3年生になったら、まあまた2人ぐらい、1人取ったから残り2人、じゃあまたやってみてってしながら、こう編入で決まっていく人って必ず何名取るっていうことはない。で、あるそんなにね、幼児の時には入りにくい学校ではなくて、幼児受験だったら入りやすい学校でも、編入となる とても途端に難しくなるっていう。だから私なんかはよくその学校の内容をよく知ってるから、まあ皆さんこんなもんだろうと思って、これぐらいできてればいいんじゃないかって言って編入に臨んだら、実はダメだったっていう、もっと難しい、だってそんな難しい問題この学校でやってないじゃないと思うのに、編入になったら難しいものが出てきたりとか。それであるまあすっごいメジャーな学校ではないんだけど、そこの学校をお母さんは卒業生で、もちろん小学校から行って卒業生で、それで娘をそこに編入させようと思ったんですけど、まあ2年生3年生ぐらいからやったかな、3年生でダメ、4年生でダメ、5年生でダメ、6年生でダメみたいな、まあなんで卒業生なのにってすごい思うんですけど、それで結局まあ私学にも行ってたんですけど、そこが合わなくて、それでとなるとやっぱり辞めざるを得ないんですよね。いや、そこが嫌だから、その行ってた私学にはどうしても残っていたくないって思いもあったから、ダメなら戻ろうって、そういう気持ちではなかったんです、その子は。それでまあお母さんも卒業生だから編入いけるかと思ったんですけど、ダメで、だ結局その私学もやめたから、そこから公立になったんですけど、まあ結局不登校状態、合わなくて公立も、それとうとう6年まで来て、それで最後は中学1年でやっと改めて私立中学か、に入、その学校の中学に入って、それからは全然不登校もなく、だからよっぽど学校が嫌だったんだろうなっていう、不登校犠牲じゃなくて、やっぱり自分はこういう学校に行きたかったっていう、でとうとう貫いて中学1年で入って、で6年間ちゃんと来ましたけどね。中高とってそうだから、やっぱりね、編入って侮れないなっていう。そうですね。でまあ今回で最初一人やっ
て、ごめんなさい、ちょっとよくわかんない。今年に入ってから編入が一人あったってこと？いや、じゃあ今回で一人あった。昔にね、公立だったんですけど、うん、古い話で、そこから始まったんですよ。公立から編入の試験の支援をしたことがあるよという話ですね。はい、今まで編入ってやったことなかったんですけど、その子がどうしても、公立が合わなくて、でもすごくいい子だし、頭のいい子だったし、確かにそれだとこの子の人生いろいろ考えてったら、その子にまあ公立というものが合わないわけだから、そうなると内申も取れないから中学受験もできないとね、内申書がやっぱりそんなね、そうすると今度中学に入ったとしても公立の体制に合わないとやっぱりまた荒れれば内申がよく書いてもらえないと、そこまでその子に説明したんですよ。で最後はね、まあ定時制ならいけるかもしれないって言ったら、その子が小学校2年3年の時だったかな、先生定時制って何かというか、定時制はね昼間働いて夜勉強しに行くんだよって言ったら、肌と考えてそれは自分にはできないと思ったのか、だったら学校を変わりたいと言って、それが私たちの編入を始めたきっかけだったんですよ。でじゃあその子があった学校に行けて楽しい人生が送れるようにって言ってやったんですけど、その子は小学校受験をやったことがなかったんで、やっぱり試験っていうものに慣れてなかったっていうのもあったんですけど、まあ A っていう学校をまず先に受けたんですよ。ところがまあ思った以上によくすごいできる子なんですよ、公立でも。だけど点が取れなかったんですよ。でしかも編入になると2人とか取らないしか取らないところに6人来たらもうこっち3倍なんですよ、そもそも枠が少ないと、そもそももう3倍になっちゃうから、それで私たちもちょっと編入が分からなかったんでダメだったんですよ。それで B 校っていうもう一つの学校も募集してたので、そこもやってみたんですよ。まあ、ちょっと勉強してね。でやったんですけど、まあ今度は通信簿持ってこいとかいろいろあって、あ、じゃあ内申の部分も引っかかって、もう引っかかる、だって公立で引っかかってるもの通信簿持ってこいって言われたらもうどうにもなんないじゃないですか、うんうん、ですね、でももう経験のためだから受けたらっつって、受けたらやっぱり漢字が1個か2個書けなくて、でダメだったんですよ。それで打ちひしがれてるところへまた A 校が再びやると、2回目がね、あったんで、普通2回目って1回目落ちたら受からないんですけど、でもこれはね相当勉強ができないとダメなんだろうなって言って、ある教材のレベルの高いのものの算数とここ全部やったんですよ、そしたらとあとやっぱりね面接に力を入れましたね。そうですね、なぜ変わりたいかということを、幼児受験だと親が代弁したりするけれども、編入の場合はもうやっぱり子どもがきちんとどうしてこの学校に行きたいかということを鮮明にやらなきゃいけないと、それも対策しっかりしてね、そう、そしたら2回目にそこの学校を受けた時に、その先生がたちが随分1回目と変わりましたねって言われて、それで3校目にして見事合格したんですよ。でまあその後ね中高と生活を送ってて、すごい楽しそうにね、人生変わったようにね、本当にね、性格も本当に明るくなりましたね。そうで4年生で編入して入っていったから、まあ私に言わせれば、あんたね3年間人生無駄にしたねって言ったら、僕もそう思いますとか言いながら、その後がすごいね楽しく過ごしてるわけだから、もう9年ぐらい過ごしてますよね、今のところで。だからやっぱり編入試験っていうのはその子の人生も変えたりとかいうすごい節目で、まあうまくいくもんならそれはいいなと思ったんですけど、非常にその子の時は勉強させられて、それで今回だいぶ間が空いたんですけど、2回目の編入っていうものをやったんですけど、編入のね、支援のようなことがありましたね。でもやっぱりその前に1回あったんですよ、編入の
試験をしたいっていう、うんうん、で私はその頃の時に失敗したのはまあ、面接を頼まれたから面接はやったんですけど、勉強は大丈夫ですよねって言った時に中学受験をするつもりだったので、そういうところでもう塾に行って、うん、成績もいい方なので大丈夫ですって言ったんですよ、うん、ふーんと思ってて、あ、そういうもんなんだな、中学受験をやってれば編入も行きやすいんだと思ったら、それは大きな間違いで、うん、落ちたんですよね、うんうん、でそうかと思って、じゃあもう一回私たちがやった第一回目を振り返って、この今年新たに挑戦したらなんか見事に編入が成功したんですよ。その時に思ったのは、例えばどういうことをやったかっていうと、確かにその子も塾行ってるんですよ。でもその塾っていうのはその学校に合わせたものとか、まあそういうことなんでしょうけど、編入で出る問題っていうのは中学受験の問題じゃないんですよ。どんなに中学受験を目指してる学校でも出す内容は中学受験の問題じゃない、うん、つまり中学受験では扱わないような問題が平気で編入では出てるんです。要はその学年ので求められるもののより密度の濃いものが出るという。そうです、細かいもの。例えばだから、うん、漢字だったりとか、漢字だったらもうやっぱりその年の関係のもの、うんうん、だから1年生だったら本当に1年生で2年に編入するのは楽ですよね、うんうん、まだものが少ないけど、 でも 4,5 年になっていくっていうことは、うん、本当にその、まあ、次5年に上がるんだったら4年生までのものがしっかり分かってなくちゃいけない、うん、だからその子の場合には4年生に上がっていくので3年生までの分をもうそういう子塾でやってることを度外視して、もう基本の問題の結構難しいものを国語と算数2冊仕上げましたね。そしたらその子が試験受けに行って、先生そこまで難しくなかった、うん、そうだろうなと思って、やっぱりそれぐらいまでやってやっと余裕で簡単に感じるぐらいまでやってちょうどいい。だから中学受験のができるからって言って編入の問題はできないんだなって、うん、本当に基礎に立ち返って、うん、主語だとか述語だとか、うん、漢字だったら部首だったり、うんうん、画数だったり、まあそういうのってあまり中学時期には使わないじゃないですか。読解、ね、ばっかりとか、うんうん、そうではなかったような気がするんですね、うんうん、だからもちろん算数もそのただ解けるんじゃなくて考えさせて解ける問題、うんうん、でその子は一番最初にやった時に、まあ、塾に言ってるって言ったんですけども、ケアレスミスが多い、思い込んで前の答え使って次やってみたりね、そうじゃないんだよみたいな、本当に基本中の基本のやっぱり中レベルハイレベルみたいなものをやってきたと。それともう一つ大事なのが面接。もうその子はまあうちの編入試験のコースっていうのはセットなので、お勉強と面接がもうセットにしてるので、でも最後は最後の1週間は来るたんびに、どうしてこの学校に来たいんですか、どうしてこの学校に来たいんですかっていうのはみっちりね、みっちり聞く。これを言い忘れたらダメだよ、何があってもこれだけは言ってちょうだいねっていうやっぱりポイントで、1回目やった人もそうだったんですよ。1回目2回目ちょっと面接で失敗して、で3回目の時はいい、絶対これ言うのよ、どうして変わりたいかっていう、でやっぱり公立からだけど前の学校を非難してはいけないのでね、そこをうまく、まあ、ポイントを押さえて、ね、ポイントを抑えていくっていう、うん、でもすごい成功して、僕は絶対言った、もうこれだけは言ってきたっていう。で今年受けた子も気をつけながら、ね、気をつけて、うん、なんかこうどうしてこの学校に来たいんですかっていう聞き方じゃなくて、頑張ってみたい、この学校で頑張ってみたいことは何ですかってよく聞かれるんですけど、それをどうしてこの学校に行きたいかっていう中からすごい適切なものを1個選んだっていう、うんうんうん、それはやっぱりね、たくさん訓練してないとやっぱり
喋れないっていう。だからもう4年生5年生に編入して6年生に編入していく場合にはもう子供が答えられないと。小学校受験とはちょっとまた違うそう、そこが小学校より高度になってるというか。で1年生2年生2年生あたりの編入はまあ幼児教室で幼児の受験のちょっと延長線かなっていう。ただ枠は少ないぞと少ないですね、うん、だから編入を考えるんだったらばやっぱり 年数が浅い、うんうん、2年生の新2年とか新3年に編入するのがベストかなと思いますね、はいはい、ぜひ参考にしてみてください、はい、まだね今年の編入とかでお悩みの方はお電話いただければ、まだね、結構あります2月3月と二見先生がいいアドバイスをしてくれるかなと思います、うん、どうしてもね今だから3人目っていうのが1人、うんうん、今やってる人がいるんですけど、はい、それなりにやっぱり編入のテクニックを知らないとやっぱり自分だけでやろうっていうのはなかなか難しいなって痛感しましたね。そうですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは体験授業を受付をしております。平日と土曜日対応してますのでね、ご興味ある方はまずお電話していただければすぐに日程調整いたします。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスはご覧の通りです。西荻フレンドリースクールでは引き続き幅広いテーマでいろいろとお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問も大歓迎です。またよろしければチャンネル登録、高評価いただけますと、嬉しいです。はい、ということで本日も最後までお聞きくださいませありがとうございました。それでは失礼いたします。